を闇の力から解放しろ。
イーノックだけでも助かってよかったよ。お前も嬉しいだろ。闇の力は侮れないな。アルマロスのおかげで最悪の状況は回避できたとはいえ、闇の力に取り込まれていたイーノックの体の回復には長い時が必要かもな。その間あいつの心の迷いも晴れるといいわな。イーノックは冥界まで後を追ってきたアルマロスの力を借り、その犠牲の上にナンナと共に救出された。しかしイーノックはすでに闇の力に取り込まれ、その体内に多くの汚れを溜め込んでいた。イーノック、イーノック、呼んでも無駄だ。早く戻ってくれるといいが。